안녕하세요. 나나입니다. 상대방에게 무언가를 권유하고 싶을 때에는 어떤 표현이 좋나요? 이번에는 마스형을 이용한 표현에 대해서 알아보겠습니다. 마스형 뒤에 마쇼를 붙이는 표현입니다. 의미는 합시다 라는 의미입니다. 상대방에게 권유하는 표현이고, 말하는 사람의 의지가 담겨져 있습니다. 그럼 연습해 볼까요? 나나 쇼핑몰. 맛다 마십니다. ましょう마십다맛다 마십니다. まし ま십시다飲む、ましだ。飲みます、ましんだ。飲みましょう、ましっしだ。買う、さだ<う>。買います、さみだ。買いましょう、さっしだ。買う、さだ<ダ>。買います。 サます。買いましょう。サプシ買う。サダ。買います。サます。買いましょう。サプシ行く。カダ。行きます。カます。行きましょう。カプます。 行く、かだ。行きます。カミダ。行きましょう。カプシダ。行く、かだ。行きます。カミダ。行き,行きましょう。カプシダ。休む、シだ。休みます。

食べましょう、もぐっしだ。する、はだします、はみだ。しましょう、はっしだ。する、はだします、はみだ。しましょう、はっしだ。する、 はだ、します、はみだ、しましょう、はっしだ。みる、ぼだ、見ます、ぼみだ。見ましょう、ぼっし見る、ぼだ、見ます、ぼみだ。見ましょう。 봅시다見る、ぼだ <다> 。見ます、ぼみだ。見ましょう、ぼっしだ。それでは、またね。